皆さんこんにちは、フリースピリッツです。今日はバレンタインにおすすめのペアで持っていただける革小物をセレクトいたしました。まず1点目、こちらレンマのスライドキーケースです。こっちが S サイズ、こっちが M サイズとなっております。でかなり小さめなキーケースになるんですけれども、こちらボタンを開けていただいて、なんか見ていただくと、ここにボルトがあって鍵を差し込むような形になっております。でお使いいただくときはここをスライドしていただいて鍵をこう使うという形ですね。でこういう一枚側を使っていて、くるりと留めるような鍵をこうくるむような形のキーケースになります。でこちらが S サイズ、これが鍵が 1,2 本程度入るサイズなんですけれども、こっちの M サイズが鍵が 4,5 本程度入るサイズになっております。で高さなんですけれども、高さはほとんど変わりません。で何が変わるかというと、中に入っているこのボルトの長さですね、このボルトの長さと開けていただいた時の革の長さが違うっていうだけなので、それぞれご自身の鍵の本数に見合ったサイズを選んでいただけるといいかなと思います。2点目はこちら、ピッチーノのブックカバーです。こちらがからしイエローのお色味と、こちらカスターニョダークチョコのお色味をご用意しました。こちらも本革のブックカバーとなっておりまして、中開けるとこういう革の裏地の感じも楽しめる、とてもナチュラルな風合いのブックカバーになります。で結構嬉しいのがこのしおり紐ですね、スピンがついておりまして、この読みかけのところにこうピッと挟んでおけるようなものになっております。結構ね、本読まれる方、通勤通学中の方も多いかなと思うので、降りる駅に着いてしまったけどまだ途中やなっていう時にこうピッと挟んでおけるものがついてるとすごく便利かなと思いました。3点目です。こちらのリティスタのコインケースになります。今はキャメルとオリーバのお色味をご用意しております。の一見コロンとした可愛らしい形かなと思うんですけれども、こちら中を開けていただくとこういう風にコインスロットが出てきます。500円、100円、50円、10円っていう風にそれぞれのスロットに小銭を分けて収納できるタイプのコインケースになります。それぞれのスロットには約7枚程度収納できます。500円だけちょっと5枚程度になりますね。なので十分な量のコインが入るかなと思います。で1円5円はこの下のフラップの蓋開けていただいたところに、よいしょ、こういう感じでマチ付きのポケットがあるので、ここに入れていただくっていう形になります。見た目がおしゃれということで若い方にご購入いただく機会が増えた、かなり人気のコインケースになります。お使いしている革もイタリアンレザーですね、プエブロという革になっております。こちらもフリースピリッツでおなじみの革ですね。それぞれのパートナーの方とお色違いを買われて、こんな色になったよっていうことでお話しされても楽しいかなと思います。バレンタインにおすすめのペアで持っていただきたい革小物3点を予算別にセレクトしてご紹介しました。それぞれのアイテムでお名入れもさせていただけますので、ぜひ特別感のあるプレゼントとして参考にしていただけましたら幸いです。ではこの動画が良かったらぜひチャンネル登録、グッドボタン、インスタグラムのフォローもお願いいたします。ではご視聴いただきありがとうございました。